土田照之さんが2016年に担当していた日本放送土田照之日曜のへそにて受験に失敗した娘のエピソード。土田さんの娘は中学受験に挑みましたが、残念ながら不合格となってしまいました。そんな落ち込んでいる娘へ土田さんは、いいんだよそんなの落ちたって、不合格になってしまったことよりも小学生の時に塾へ通って一生懸命勉強して努力チャレンジしたことが大切と伝えたそうです。チャレンジしてみればってだけの話で、別に俺もママもお前にここに行ってほしいなんて学校ないからさ、頑張ってチャレンジしたその先に合格があるか不合格があるかわからないけど、頑張ることが大事なんだよと励ましたことを話しました。一生懸命に頑張っていたこと、チャレンジすることができたことを認めて褒め元気づけているところに、子供との向き合い方がとても素敵だと感じました。